藤拓磨6月打撃成績、打率4割4分4厘、9打数4安打、3打点、OPS10 割2分2厘、これは強打者ですわ。波に打てれば躊躇なく抑え捕手で出せるんよな、壁性能もいいはずだし。6月に入ってから普通に打ってて長打も出てるから、控えで出てくるメンツとして打順が優先的に回ってくる位置にいるっていうのが十分に納得できる選手なんよな。自分は周平推しの一人だけども、ここ数試合の単純な打棒なら加藤拓が周平より上なので、打順が回ってくる順番が周平よりも加藤拓の方が先っていうのが納得できるって自分は思ってたわ。打撃成績が最終的には小さく収まるから、今の好調をできるだけ維持してほしいって願ってる。今年の飛ばないボールでは捕手なら2割が合格ラインだと思うわ。例外を除いてた球団の捕手の打率も軒並み下がってるし。こんだけ調子いいなら先発マスクさせたらいかんのかって思うんだけど、どうなん？そもそもそれまでが異常なくらい打てなかったから、どこか怪我か、打席イップスにでもなってない限りおかしな打席だったから、よかった、よかった。片岡と上田コーチに打撃指導されてた記事見た、その後打ち出した、片岡の右打ち指導ハマったかな？今まで彼に足りなかったのは経験と自信なんだと思うんだよな。ロッテでの首位争いもいい経験になったと思う。オープン戦や序盤は打ってたのに打てなくなって、バスター打法やってた時見てて悲しかったけどまた打つようになってよかった。加藤拓が打つとなんか嬉しいよ。ドラゴンズ伝統の保守自動アウト卒業だと思いたい。今日の試合でも頼むぞ。リリード時に抑え捕手として出てきた上でダメ押しのチャンスでの打席シチュエーションが加藤拓にあってんやろ。他の打席とタイミングの取れ方が違ってめちゃくちゃ良いから。今の起用法でマインド統一させてやりたい。スタメンの時は投手のリードで頭いっぱいになってるんだろうか、気楽に打ってとは言えないな。現代野球だと捕手の負担が大きすぎて、どのチームも捕手併用制だから加藤もその例に漏れなく、ずっと出てると打てなくなるタイプなんだと思う。まさかこの年になってから打撃開眼した可能性がある、コーチともうまくコミュニケーション取れてると思う。木野拓より加藤拓の方が頼りになるとか思いもしなかったな。ドラゴンズに帰ってきてくれてありがとう。5、6番が打てずまたいつもの中日かと思ったら守備要員の加藤がまさかのダメ押しタイムリーを打つとは思わなかった。最近の加藤いいところで打つよね。右サイドのためがうまくできているんではないかと。不調な時は腕が早く出てくるけど、好調な今は腕が綺麗に残ってる。三塁側情報に応援席あるから、わざわざそっち向いてお礼してくれるの嬉しいわ。こういう部分も好きになる要素の一つ。加藤は守備でも、周東を刺したってデータがあるからハムも無理して走らせなかったのでは？磯畑を完封できたの大きい。打てる捕手が中日に生まれるとは思わなかったから、このまま成績を維持してほしい。